これらって何なん？テスト前なんか何回も見て覚えるので解説お願いします。なるほど、結構文系要素ありすぎるけど、プルーブクラススタート。この漢字は歪みと歪み、それぞれ読みがあって形が変形していることを指し、理系は物体に外力、外に加える力を加えた時に生じる伸び縮みねじれのこと。次、この記号はマップ記号として決められて、こっちはペンキ記号として表す記号として、曇り、働くとか仕事という生活の概念の方を指す文系で、理系は物理的な解説として、式としてはこうで、仕事の定義的に物体に力を加えてその向きに動かすことを仕事という。つまり仕事をするためには物体に力を加えた上で動かさなければならないわけ。文系の PP は英語の文法で、陰陽語の動詞の活用変化形の1。理系の場合、フェノールと無水フタル酸から作られる白色粉末、化学式 C20H14O4 水に南陽エチルアルコールに加用、広く利用されている酸塩基指示薬で、酸性側で無色、塩基性側で紅色、ショートの方ではこっち、こんな感じ。ちょっと簡単に省く、4とは大きな店、スーパーマーケットを指し、理系の場合ある粒を入れる状態といらない状態を指し、定義的に原子が電子を帯びたものを指す。これ常識範囲だったり受験テストにも出るから何とも見てね。あと活動頑張れるように学力も上がるためにチャンネル登録お願いします。いつも最後まで見てくれてありがとう。バイバイ。